田口義文は、日本の東洋思想研究家、指導者学推進者。1942年生まれ、東洋思想研究家、指導者学推進者。株式会社イメージプラン代表取締役会長、一般社団法人日本家庭教育協会理事長、一般社団法人東洋と西洋の地の融合研究所所長。大学卒業後、日本映画社に入社。 映画、東京オリンピックでは、チーフ監督を務めた。25歳の時、万国志向外の農村で撮影中、突然水牛二頭に襲われ、品種の重傷を生むも、奇跡的に生還。その入院中の老僧思想との運命的な出会いが、東洋思想研究家へと歩み出す契機となった。主な著書、佐久間正山に学ぶ、大転換期の生き方、横井正男の人と、 思想、超役孫子など多数。東洋思想を基盤とする独自の経営思想体系、タオマネジメントを構築、実践、数多くの企業経営者と政治家を育て上げてきた。社会人教育に関しては、延べ1万名町への提供、支援実績を有する。地球は、もはや、人、神聖の時代に突入しており、人類が、 地質や生態系に及ぼす重大な影響が地球と人に取り返しのつかない危機をもたらすのではないかとの懸念から知的資源とも言える東洋思想をもってその危機感は回避の一助を提供すべく精力的に活動中。これまで掲げてきた理念をより高い次元に発展させ21世紀にふさわしい人となるための新しい指針をも世界に向けて提唱するものである。 1942年、東京都に生まれる。日本大学芸術学部在学中に、西尾善介監督に指示し、指導を受ける。大学卒業後、日本映画新社に入社。市川昆聡監督、東京オリンピックでチーフ監督を務める。その後、フリーに。東京都清掃局、都市廃棄物、NTV、ノンフィクション劇場など、主に記録映画の脚本。 監督として従事した。25歳の時、映画界から東洋思想研究へと転身させる宿命とも言える、天気が不意に訪れる。万国市郊外の農村で撮影中、突然水牛二頭に襲われる。瀕死の重症を負い、奇跡的に生還。その入院中、中国古典思想に出会い、経営指導に転身し、1972年、 株式会社イメージプラン設立。以来、2000社を超える企業に指導を行う。その時の様子が、田口の半生を紹介した、風が第90号にこう書かれている。水田の中にある農家の庭先で、少年が2頭の水牛を使って脱穀しているのが目に映った。和牛の倍ほどもある、金骨流々の極と竹々しい角に魅了され、その美しさを何としても撮りたいと思い、 近づいた。その時である。撮影機材に刺激されたのだろうか。普段は穏やかな水牛が満光の土器を用して突進してきたのだ。田口は逃げる術もなく角で右の腎臓を突かれ空中に放り投げられた。体は裂かれ背骨の一部を吹き飛ばされ内臓が飛び出した。地面に叩きつけられても水牛の攻撃は終わることなく。 再び他の水牛から背中を突かれ、氷投げられた。それまでののどかな風景が、修羅場と一変した。生産な地祭りは15分ほども続いたという。その時、同行していた撮影クルーは、誰一人なす術がなかった。内臓が飛び出してしまった人の承知を、どうしていいのかわからず、呆然自失となっていたのだ。しかし、不思議なことに、それほど体を切り裂かれても、 田口の意識は再大としていた。まるで月光のごとく、明瞭だったという。取り乱すことなく、破れたシャツの切れ端や稲藁などが付着している自分の内臓を肉の破れ目から体内に戻した。生死の境を彷徨いつつ、田口はシリラ王立病院に救急搬送された。診断の結果、左側の腎臓ほか内臓や背骨の損傷。 左足の機能不全などが判明した。しかし、水球の角による列傷は、動脈と脊髄を、それぞれ1センチ程度かわしていたという。そのことについて、田口は次のように口述している。わずか1センチの差で、致命傷を逃れた意味は何だろう。何が私を守ってくれたのだろう。そこには、どのような意味があるのだろう。あるとすれば、 どのような方法で、それに応えなければいけないのだろうと、ずっと反問していましたその後退院し、日本に帰国したが、依然として、人工透析の可能性があり、左足の運動神経と知覚神経の麻痺も、残っていた。西洋医療、東洋医療、民間医療問わず、効果があると聞けば全国どこへでも出かけ、治療に専念した。その結果、人工透析と左足機能不全は、 免れたものの、重度の身体障害者としてその後の人生を生きることになる。その後の田口の生き方を決定づける東洋思想との開口は、そのアクシデントの過中にあった。バンコクのシリラ王立病院に入院している時、事故を伝え聞いた在留日本人が見舞いにやってきて、何冊かの本を置いていった。その中の一つが老子だった。 風画にはこう書かれている。田口は絶望感に打ちひしがれ、絶え間なく襲ってくる激痛の中で、藁にもすがる思いで文字を追った。看護の原文と読み下し文のみが書かれている本で解説がついていたわけではなかったが、不思議と理解することができた。それまで読み下し文に親しんでいたわけではない、老子についての知識も皆無であった。それなのに難しい言葉が、 すらすらと頭に入ってきた。極限の痛みで書物を読めるような状態ではないのに、まるで乾いた土地にみるみる水が染み込むように、田口の頭に、老子の思想が入ってきた。感覚がむき出しだったのだろう。生きる様子がお気球する田口の魂と、老子に書かれてある言霊が融合したのだ。そう考える以外になかった。田口は、肉体的な後遺症と、中国古典思想という、 大事故がもたらした二つをもって日本へ帰り、貪るように老子や奏子を読む。やがて関心は四書五教など中国古典思想全般へと広がった。30歳までの5年間は傷の治療と中国古典思想を紐解くことに費やされた。田口は30歳で株式会社イメージプランを設立するものの一般的な企業とはほど遠いものだった。それについて、 ジャパニスト第3号には次のように書かれている。企業とは言っても世間一般の勇ましさや華やかさはない。一言で言えばやむにやまれず企業するしかなかったということ。30歳を目前にし少しずつ普通の生活が送れるようになってきた頃何か仕事に就きたいと思った。しかし当時の田口にできる仕事は極めて限られていた。 背骨に障害が残っていたので重いものを持つなどの肉体労働はできない。左足もまだ十分に機能していなかったので歩く必要のある仕事にもつけない。腎臓に障害があったので頻繁にトイレに行けるところでなければいけない。いつ体調が悪くなるかもわからないので時間の約束がある仕事にもつけない。加えて最も障害となったのは PTSD だ。 子供が前を走りすぎただけで想像を絶する恐怖が襲ってきて、布団をかぶって恐怖が立ち去るのを待たなければならなかった。それらの条件を勘案すると、田口がつける仕事は皆無であった。田口は事業内容、社員一人、数との人生の確率こそ有料会社を作るとの理念を掲げ、勤労意識調査と人生計画の導入を柱とした経営指導。 会社を設立したものの、仕事の依頼は全くないという状態が続いた。しかし、田口の仕事ぶりが人から人へ伝わり、仕事の依頼が少しずつ増えていった。それに伴って、社員の数も増えた。1980年代後半、CI ブームが起こり、多くの有力企業がこぞって CI システムを導入した。CI システムとは、会社の理念や行動規範、 組織、商品制作、イメージ戦略などを総合的に再構築する試み。イメージプランはパイシステムによる社員の人生の確率と自社生存領域の確率をシステム化した。田口は東洋思想を学び直し、独自の経営思想体系を構築するため、1993年8月31日付で会社を生産し、 翌日同盟の新しい会社を起こした。田口の学び直しの目的は、独自の経営思想を構築することにとどまらず、社会に通用する人間としてのあり方を再構築することだった。インドで生まれた仏教や禅は、中国を経由して、ユーラシア大陸の東端に位置する日本に流れ着き、より洗練された宗教、思想へと変容した。 中国で生まれた儒教や老僧思想も日本に入ってからより成熟した。それらと日本古来の神道が混じり、発酵、熟成したことが日本文化の礎になっているとする田口の思想観をベースに5年間を費やして新しい東洋思想的経営論、タオマネジメントを打ち立てた。1998年、東洋思想と西洋合理主義的経営論の融合による 新しい経営思想として、タオマネジメントを表した。田口は2005年、当時杉並区長だった山田博士と共に、杉並区が採用する小学校教員の育成を目的とした杉並市販館を設立し、福里図町建築町補佐として、同プロジェクトに関わった。杉並市販館の設立主意書には次の通り。今、教育体制の中にこの寄付と伝統を取り戻す。 ことが急務であり、その存在自体がより良い感化を生じる、気高い精神と卓越した指導力を持った教師の育成が重要だとし、そのために教育は人なりを心条とし、真に教職を志す人を求め、ここに杉並市販館を設立する設立発起人は次の通り、杉並市販館は第1期生定員を約30名と設定していたが、215名の 応募があった。年間カリキュラムは、東京大学名誉教授、今道智信氏やテルモ会長、和智隆氏などによる人間力を磨く、講義、元、小学校校長からなる指導教授などによる指導力、授業力を磨く、演習、実際に教壇に立ち、子供と触れ合う、特別教育実習、学び合い、高め合い、育ち合う、合宿、体験活動からなっている。 1> 第1期生のうち20名、第2期生のうち29名、第3期生のうち22名が、杉並区立小学校の教員として採用された。その後、杉並主犯官は2011年3月まで続き、合わせて123名の教員を小学校教育の現場に送り込んだ。2007年、研修施設、玄妙館を東京都世田谷区祖ヶ谷大倉に建設し、 そこを拠点にして、タオクラブを発足させた。タオクラブは、1998年に体系化したタオマネジメントの主張に、東洋思想の知見を活かした、21世紀の経営を問うこと。儒教、仏教、道教、全仏教、神道5つの思想哲学をのののさらなる探求と、日本文化の底をなす5つの思想の特徴を明確にして、 現代社会での活用を問うことを行うとしている。2007年、近代西洋思想に代わる21世紀の新しい思想を探求することを目的とし、一般社団法人、東洋と西洋の地の融合研究所を設立、理事長に就任した。東洋思想と西洋思想の知的資源の融合を図ることを理念として掲げている。独自の領域を開拓した。 優れた指揮権の持ち主と特定分野の世界的権威などが講義をする共用メディア1 0 m i n ツ t t v で2015年より講義を続けている講座の数は1 0 m i n ツ t t v で3番目に多い2009年家庭教育を再考するため一般社団法人日本家庭教育協会を設立した 親と子が一緒に学ぶための映像テキスト、親子で学ぶ人間の基本を普及発売させるほか、人格教養教育推進委員会を発足し、人格形成教育の重要性について社会に訴える活動をしている。2009年、真の学びは新たに獲得した知識、理論と自らの実践、経験を結びつけ、自分なりの解釈を加え、そこから得た知見により、 行動と意識を永続的に変容させるという教育理念を掲げる、慶応丸の内ィキャンパスで講義を始める。四十数年にわたり、有名無名を問わず、各界で道を開いた人々の英知に学ぼうという、月刊、父を中心に、セミナー講演会などで人間学を解き続けている。その他、特定非営利活動法人 ISL、特定非営利活動法人九州、 アジア経営塾、公益財団法人日本生産性本部、公益財団法人九州生産性本部、一般社団法人日本労力協会などの教育機関、及び中央官庁、地方自治体、多くの企業で講義を続けている。ありがとうございます。